時刻は5時半を回りました。つながるラジオのお時間です。パーソナリティは松山秀和です。どうぞよろしくお願いいたします。この後6時までの約30分間皆様最後までぜひお付き合いください。この番組はみんなとつながる広がるをテーマに青森県の津軽からお届けしております。はい、今日は7月の9日になります。つながるラジオ、毎週日曜日5時半にお相手松山秀和でお送りさせていただいております。今日もどうぞよろしくお願いいたします。この番組は収録の形でお送りをしておりますけれども、ちょうど6月が終わって7月2日オンエアもあったんですが、なんか毎日ね、6月朝のニュース見ると大谷翔平選手がもう本当すごいなと思いますね。毎朝なんかそれを見るのが楽しみになっている人も多いんじゃないですかね。いや本当によくホームラン打ちますね。6月だけで30本ということ、6月で通算30本で、15本のホームランを打ったということなんですけどね、もうびっくりですね。朝のニュースを見ていると、どっちのなんですかね、いつのホームランなのかもう分かんなくなりますね。今日の試合でさっき打ったホームランなのか、前の日のホームランなのか、いつのホームランなのかもう分かんないぐらい毎日量産してたっていうね。いやすごいなと思うのと、あとは二刀流ということなんでね、ちょうど折り返し地点にも来てますし、だいぶ疲れもねあるんじゃないかなと思うんですけど、映像で見る限りだとすごい元気そうですし、なんかやっぱ何よりもこう楽しそうですよね。あれがすごいなってやっぱ思いますね。本当になんかね、こう野球を楽しんでやってる、もちろん陰ながらのね努力っていうのはものすごいものが、もう僕らが想像する以上のものがね、いやきっとあるんだと思うんですけど、そういうのを見せずにね、ああいう試合の場面ではこう楽しげにもしかしたらしてるのかもしれませんけどね。いやでもやっぱ楽しんでるように見えるし、こっちもやっぱそういう気持ちが映りますよね。なんかね、いや本当朝に元気をもらう、そんな大谷選手の活躍をね、もう僕も毎日楽しみにしている、なんかそんな毎日になっておりますけれどもですね。はい、皆さんもね、大谷選手応援してる方多いんじゃないかと思いますけどね、今年 MVP 三冠王もしかしたらいけるかもしれませんのでね、ちょっと一緒に応援していきましょうね。はい、メッセージも募集しております。メールアドレスは797@fmgino1.com、797@fmgino1.com、すべて小文字となっております。この番組は YouTube でも配信をさせていただいておりますので、オンタイムリアルタイムで、聞けないよっていう方はですね、FM ギノワンさんの YouTube チャンネル、こちらにアップロードされておりますので、よろしければご覧いただければなというふうに思います。はい、あとはオンタイムではですね、リスラジもしくはマイチューナーラジオ、どちらかアプリをですねダウンロードしていただけましたらお聞きすることできます、お聞くことができますので、皆様のご視聴しやすい環境でぜひお聞きになられてくださいということです。はい、それでは本日もどうぞよろしくお願いいたします。この番組は青森県弘前市で創業46年、弘前アルミ証券の提供でお送りいたします。ガラスが割れてしまった、内窓をつけたい、玄関ドアをリフォームしたい、カーポートを設置したい、家の中に手すりをつけたい、お家のお困りごとは何でもお任せください。この道一筋の職人が皆様のお悩みに寄り添います。今なら窓のリノベーションが補助金を使ってできる可能性があります。
詳しくは弘前アルミ証券ホームページ、Facebook ページからお問い合わせください。はい、改めまして、つながるラジオお届けしております。日曜日5時半、お相手は松山秀和です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ですね、今日冒頭ちょっと大谷翔平選手のね、お話をしたんですけど、今日お話する内容とはオープニング全然関係ないんですけどね今日もね私が以前勤めてたちょっとユニクロでのお話をですね少ししようかなと思います。まあ、今日7月9日ですけど、ユニクロ勤めてた時のですね、まあ、私店長をやってたんですけど、その時のこう7月9日とかこの7月中旬ってなってくると、まあどんなことが起きるのかっていうか、まあ起きるのかって言ったら変ですけど、まあどんなことを考えているか、まあどんな、ユニクロですね、変化が起きるかっていうようなお話をですね、ちょっとしていきたいなと思ってます。はい。ちょうどこの7月中旬はですね、もうちょっとまあ7月頭くらいから、まあそわそわ実はしてきます。ユニクロの店長やってるとですね、7月って結構そわそわするんですよ。うん。で、何がそわそわするかっていうとですね、売り場が変わっていく時期なんですよね。うん、で、売り場が変わっていくって、まあ、具体的にどういうことかっていうと、まあちょうど今、ね、もう夏本番を迎えるというところで、迎えているというところで、とっても暑い日がね続いているじゃないですか。うん、なので皆さんね、お召しになられるもの、着ているものっていうのは、まあ、私も今日ですね、半袖をねやっぱり着ている方ほとんどだと思うんですよね。うん、ではまあ半袖をこの7月の中旬ぐらいから新たに買いましょうっていう風になってくると、これ皆さんどうですかね。もう実は半袖今年1回ぐらいはお買い求めになられてらっしゃるじゃないかなと思うんですよ。私もそうなんです。もう買ってるんですよね、半袖。だから買い足し、もちろんね、買い足し需要っていうね、もう1枚、買っとこうかなみたいな、そんな需要はありますよ。もちろんあるんですけど、もう夏物半袖のピークというかですね、まあそういった一番売れる時期っていうのはもう実は終わってしまっているんですとなると、まあ話を戻してくるとですね、何にそわそわしているかというと、この夏物がどれくらい売り場に残っているかっていうのでですね、結構そわそわするんですよ。うん、夏物が売れていく時期っていうのが週を追うごとにどんどんこう枚数が、売れる枚数が少なくなっていくのが7月なんですよね。うん、で、じゃあその7月っていうのがまあ、だんだん売り上げが少なくなっていくんですけど、その、まあ、当然半袖もね、全く売れないわけじゃないので、徐々に少なくなっていくわけなんですよ。週を追うごとにですよ。そうすると、次に新しい商品を入れないといけないんですけど、うん、その新しい商品っていうのはですね、大体このまあ6月下旬ぐらいまでは、毎週新しい商品っていうと、まあ、半袖が入ってきてるんですよ。まあ夏物商品が入ってきてるんですけど、これ7月からはですね変わるんです、シーズンが。そうなんです、次のシーズンの秋物に変わっていくんですよね。なのでもうニュースになってますよね、35度とかね、今日は36度まで上がったとか、ニュースガンガン今流れてると思うんですが、実際はですね、ユニクロの中はですね、もう秋物が入ってきてる。そういう感じなんですよ。で、私実は6月のね、下旬ぐらいに、ユニクロに行かせてもらったんですけど、
もう秋物入ってましたね。秋物も、7月待たずして入ってきてました。まあ、なので、その辺はまあ年によってちょっと若干変わるんですけどね。売れ具合にもよるのでね。夏物のこう売れ具合にもよるんですけど、もう入ってるんですね。なので、これからどん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 こう秋物商品っていうのが毎週毎週増えていくので、夏物の消化、まあ、売れですよね。売れが鈍ってくると、こう秋物を並べるスペースがなかなか空いていかないっていうことで、気がこう、そわそわするんですよ。夏物商品、売れてくれっていうね。 そういうそわそわ感があります。で、まあ、じゃあそもそもなんですけどね、まあ、なんでじゃあこんな30度こう毎日超えていくような時期に秋物を入れていくかっていうことなんですけど、まあ僕らこのアパレル商売っていうんですか、こうアパレル業界っていうのは、まあ、大体ですね、こう4ヶ月とか3ヶ月ぐらい前に、まあ売れのピークがですね、売れのピークの3ヶ月か4ヶ月ぐらい前にもう商品を入れておくっていうのが、まあ、一つセオリーになってるんですよ。まあ、例えて言うならですよ、夏物のピークは5月のゴールデンウィークなんですよ。まあ、4月下旬からの5月ゴールデンウィーク、あとはまあ3月下旬ぐらいも結構小さい山があるんですけど、で、まあ一番のピークは5月なんですよね。だから大体夏物商品がじゃ入ってくるのはいつかってなると、3ヶ月ぐらい前、ざっくり3ヶ月、4ヶ月前ってなると、2月ぐらいに入ってます。なので今年もですね、まあもしかしたらお気づきになられてる方いらっしゃるかもしれませんけど、2月ぐらいに、こちら青森県はまだ雪降ってましたけどね、雪積もってましたけど、普通にポロシャツ置いてありました。半袖ですよ、半袖。 で、そういうことをやるんですよ。じゃあ、まあ、なんでやるのかって、まあ、セオリーだといえども、なんでやるかっていうとですね、まあ、アパレル業界の、まあ、一つの、まあ、僕は勤めかなと思って、僕の考えですよ、これは。僕の勤めかなと思ってるんですけど、次の季節の訪れをちゃんと告げるっていうのが、お客様に告げるっていうのが、まあ、大事な仕事の一つだと思ってます。だから2月だとね、実際もう寒いんで、まあ、冬物をじゃ、まあ、買うかっていうと、まあ、冬物も買い終わってるんですよ、2月って。 まあ買い足しで、まあね、もう少しちょっとヒートテック買っとこうかぐらいはあるんですけど、なかなかこうね、バンバン売れていくっていうことにはもう2月はならないんですよね。そうすると、まあ、次の季節は春だよとか夏だよっていうのを、こう次の季節の訪れをちゃんと知らせてあげる。なので春物をじゃあいつ入ってるか来るかっていうと、春物のまあピークっていうのはですね、大体3月いっぱいみたいな感じなんですよね。春物ってすごく短いんです、売れる期間が。やっぱ気温が、安定的なのが、まあ、20度から25度ぐらい。25度だともう半袖着るんで、だいたい18度から22、3度ぐらいが春物かなっていう感覚なんですけど、それの時期っていうのがですね、非常に短いんですよ。だから、春物商売ってすごく短いんですけど、まあ、3月に実需、ピークが来るとすると、3ヶ月前になると、いつか、だいたい12月。なので、結構鋭い方はですね、見てらっしゃるかもしれませんけど、12月の末に、まあ、まだ冬物ね、ちょっとまだ年末のセールなんかあるんで、バシバシ売れてる時っていうのが、その売り場が空いてるところに何が入っていくかっていうと、なんかね、パステルカラーの商品がね、結構入っていくんですよ。で、あ、これも結構特徴的なんですけど、やっぱ季節によって、やっぱカラーリングって全然違うんですよね。カラー。使ってる商品の
カラーもやっぱ違うんですよ。うん、だから売り場のそのだからカラーがね変わってくると、まあ、季節感もね人間のこう潜在意識的にちょっと変わってくるんですよね。うん、で、まあ、春はなんかちょっとやっぱ桜とかねなんかそういう、こう何も冬ってねやっぱこう青々とも木も青々としてないのでなんかこうちょっと寂しげな感じがするじゃないですか。でどちらかというとこう寒いっていうイメージが強いから暖色系なんですよ。暖色系だから赤とかオレンジとかなんかそういう、あと黄色とか茶色とかね、うん、なんかそういう色がこう暖色系の色が結構こうでメインデザインのカラーリングになってるんですけど春になるとそれがパステルになります。だからこうなんかそう鮮やかななんかこう、薄いピンクがあったり、ね、こう淡い、パープルがあったりとかで、ね、そういうパステル系がメインのカラーリングになってきます。うん、でじゃあ次夏はどうなるかっていうと夏は暑いんでねどちらかというと涼しげな色を皆さんお好みになるわけですよねそうするとカラーリングとしてはこう寒色系なんて言うんですけど寒い色系って書いてね寒色なんて言うんですけど青とか水色とかなんかそういう、ちょっとこう冷たい色系がメインのカラーリングになるわけなんです。では秋今ね真っ盛り、これからどんどん売り場に入ってくるであろう秋のカラーリングは皆さんどんな色だと思いますか？まあ冬にね結構似てるんですけど秋もすごく短いんですよ。売れる時期っていうのがねあの春と秋は一緒なんです。ほとんど一緒期間がね売れる期間っていうのが長さが一緒なんですけど秋はですねまあざっくり言うと枯葉色系ですね。枯葉色まあ冬にもねあの通じていくんですけど結構やっぱ茶色とかねあとは濃いめの黄色とかねなんかそういうちょっとこう落ち着いた秋色枯葉色系ですよね。そういうのがメインのカラーリングになってくるんですよ。うん、で売り場のねそういったカラーの移ろいというかですねそういうのをこうまあつなげることもできないんですけどたまにこう季節ごとにお店行くとあ、何色多いなとか、あ、この色が多いから次はちょっと何、あの、あれなのかな、秋物なのかなとか、だからそんなことをね、感じることができます。はい。なんで、まあ、私は結構、あの、長いことね、勤めさせていただいてたので、まあ、商品見ると、これ秋物とか、これ春物っていうのは、もう直感的に大体わかるんですけど、わかるようになってしまったんですが、まあ、大体ですね、秋物が、うん、今から入ってきますので、だんだん、こう、カーキ、緑、は、先ほど申し上げた枯葉色系ですね、っていうのが、だんだん売り場をですね、締めてくる時期になってきます。8月になると、もう気が早いですけどね、冬物入ってますから。皆さんもよくご存知で、ウルトラライトダウンとかね、大きいお店だと、ちょっと年間通じてね、置いたりなんかもするんですけど、ウルトラライトダウンジャケット、ね、8月ぐらいに、早い店入ってきますよ。で、まだ気温30度超えてる時に、なんでダウン入ってくるんだってね、ちょっと思うと思うんですけど、まあ、大事な仕事のね、一つ、次の季節は秋だよ。次の季節は冬だよっていう季節の訪れをこうディスプレイなんかでね、やっぱりこうお客様に告げるというのも大事なお仕事だと思っておりますということなんでですね。まあ7月はこういろいろ売り場の商品の変化が大きい、ガラガラガラっと毎週変わっていく。まあこれ9月頭にかけてですね、この8週間はガラガラガラとどん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 週をごとに
変わってきますんでね。最終的に8月お盆ぐらいかな、お盆の週ぐらいになってくると、もう夏物があらら、あれあれみたいなところに、あれこんだけしかもう残ってないのみたいな感じになってきますから。面白いですよ、見てると。ぜひね、ちょっともしお近くにユニクロがあったら、あ、GU も一緒ですこれ。GU もほぼ一緒なんですけど、ありましたらですね、ぜひ、その見てください。あとね、ちょっとこう僕自身もね、結構その売り場の今日話をしているので、よく言われることなんですけど、まあ、うちの家族とかからね、よく言われるんですけど、なんでユニクロの壁って商品高いところに置いておくのってよく言われるんですよ。取れないって。で、確かにね、僕もそんなに背は小さい方じゃないんですけどね、ちょっとやっぱ上の段の商品を取るのに、まあ男の人でも結構苦労するから、女性の方だとね、もっと苦労するんですよね。だから実際働いてる時も、ちょっと商品取ってくださいって、取ってもらえませんかなんていうね、そういうご要望はよく受けたまってました。うん。で、なんでそんなことを、そんな高い位置に商品を展開するんだと。もっと取りやすいようにしたらいいじゃないかっていうふうにね、思う方多いと思うんですよ。うん。で、ユニクロの中のですね、その、まあ、いわゆる壁、まあ、僕らは壁面って呼んでるんだんですけど、壁面、壁のこと壁面って言ってたんですけど、その、壁面ってね、結構そのいろんな役割持っておりまして、うん。で、その取りづらさっていうのはね、確かに、お客様からしたらご不便をね、かけてしまうことなんですけど、まず、壁面がね、役割としては、一番なんですかね、こう在庫を一番こう収納できるんですよ。まあ、要は陳列枚数なんて言うんですけど、置いておける枚数が一番大きいんですよね。数が、量が多いんですよ。うん、なぜなら、天井まであるじゃないですか。うん、ストックすることもできるんですよね。で、まあ、ハンギングっていうハンガーにかかってる商品ですよね。ハンガーにかかっている商品を、まあ、ちょっと取りづらい、上にあると取りづらいと思うんですけど、なかなか手届かないと思うんですけど、あれはじゃあなんで起きて、あれ起きてしまうってるんです。意図的にそうしてるんじゃなくて、どうしてもそう起きてしまうっていうのは、なんでかっていうと、そのこの、裾がですね、棚につかないようにしてるんですよ。裾がほつれちゃったりすると困るんで、棚に引っかかったりしてね。うん、だから棚にこうなるべくすらないギリギリの位置でこう商品を陳列するんですよ。そうすると下の段はね、ハンガーにかかってる商品ってね、必然的にこう高さ決まるんですけど、上の段もハンガーにしなきゃいけない時やっぱあるんですよね。ハンガーで方がこう商品のデザインが見せられるから、上も下もどちらもハンガーにするってことよくあるんですけど、その時はね、上がどうしてもね、下がすらないすると高くなっちゃうんですよ。なので、まあ、なるべく僕らもそういうことは工夫して、上の商品をね、こう、畳んでね、下をハンガーにするとか、いろんなこう、なるべく買いやすいような状況を作るようにはしてるんですけど、まあ、ハンガーの時がね、どうしても取りづらくなっちゃうんですよね。なので、ちょっとここはね、申し訳ございませんなんですけど。で、あとはこう、壁がね、やっぱ壁面が大事な理由というのはね、さっきも言ったように、こう、天井までこう陳列ができるわけなんですよ。で、入り口から入って、お客様がね、こう入った瞬間に、まず、どこに目線が行くかっていうと、まあ、大体2パターンって言われていて、まず1つ目は、まあ、目の前。なので、今はこうテーブルなんて言われてですね、こうでっかいこうね、横長いこう、そういったぐるっと回れるようなそういう棚がねあると思うんですけど、大体その目の前もしくは、遠く、なので
入った瞬間にこう目線が上に行くか下に行くかってお客様によるんですけど、上に目線が行くとですね、大体その壁の上なんですよ。ちょうど多分から壁面の上、ちょうどその上ってディスプレイをしてたりとかですね、ポスターをこう貼ってたりする場所になるんですけど、で大体あの辺にこういう商品があるんだなーっていうことを、この上のディスプレイのところでですね、ポスターとかでお知らせをさせてもらってるんです、うん、だから あの辺にボトムスがあるのねとか、あの辺にエアリズムがあるのねとか、あの辺にこの商品があるのねっていうのを、だいたいその上を見ていただくと壁面の場合はわかりますなので あそこにあの商品があるんだっていうことをこう一発でお知らせする、そんな役割ですね、実はあったりしますっていうことでですね、まあちょっと余談ですけど、壁の商品もちょっと見てみると面白いかもしれません。はいということでですね、エンディングのお時間になりました。はい、今日はですね、まあ、7月ってユニクロの人たちはちょっとそわそわするよみたいなところからお話をしてですね、まあ、なぜなら売り場がすごくゴロゴロ変わるからっていう風なお話をさせていただきました。はい、なかなか毎週行くことはないかもしれませんけど、ちょっと気にしてですね、見ていくと面白いかなっていう風に思いますので、これからですね、まだ7月頭ですけど、秋にアパレル業から向かっていきますので、その移り変わりもぜひお楽しみくださいといったところでございますはい、毎週日曜日5時半からつながるラジオをお届けしております。 YouTube でご覧の皆様、私のですね、横にある QR コード、読み込んでいただきましたら、いろいろ私にまつわる情報をまとめておりますので、ノートなんかですね、毎日情報発信させていただいております。よろしければご登録もいただければ嬉しいなと思っております。はい、ということで、お別れのお時間となりましたので、今日はこの辺で失礼させていただきます。ではまた来週お会いしましょう。ありがとうございます。失礼いたします。